ヤシュワントラーホールカルは、インドのマラーター同盟、ホールカル家の当首。第二次マラーター戦争の英雄である。彼は、卓越した戦術でイギリスと互角に戦い、インドのナポレオンと称された。また、彼は偉大な軍事指導者であるとともに非常に高い、教養を備えた知識人でもあり、マラーティー語のみならず、ペルシア語の読み書きもできたことで知られている。 1797年1月29日、ヤシワントラーオの兄カーシー・ラーオ・ホールカルは、父親トゥコージー・ラーオ・ホールカルから当主を、プネーで譲り受けた。だが、カーシー・ラーオは障害と肝イ癖があり、統治者としては、不適格だったため、民衆や兵士から嫌われていた。ヤシワントラーオは弟ビトージー・ラーオ・ホールカルと共に、人々に、人気のあった優秀なニーマルハール・ラーオ・ホールカルを支持。 し、彼を押した。三人が、カーシー・ラーオを追い詰めたとき、カーシー・ラーオは、シンディア家の当主ダウラ・トラーをシンディアに助力を求めた。これにより、9月24日に、プネーで三人の軍は、突如襲われ、マルハール・ラーオは死亡し、その妊娠中の妻は、プネーに拘留された。しかし、ヤシワントラーオと、ビトージー・ラーオは、プネーを逃げることに成功し、前者は、ナーグプルへ。 後者はコールハープルへと、それぞれ逃げた。ダウラとラーオは、ナーグプル校、ラグージー・ボーンスレー2世に、ヤシュワントラーオの逮捕を要請し、1798年2月20日に逃げていた、彼は捕らえられた。とはいえ、同年4月6日に、ヤシュワントラーオは、再び脱獄することに成功し、ナーグプルから逃れた。これらの事件の後、 ヤシュワントラー王は誰も信用しなくなった。その一方、彼はビトジー・ラー王やアミール・ハーンなど多数の支持者を得た。同年12月にヤシュワントラー王はマヘイシュワルに入場し、1799年1月にはカーシー・ラー王を廃すると戦した。そして、プネイに囚われているマルファール・ラー王の息子・カンデーラーをホール・カルの当首を戦し、自身も共同統治者となった。 ただし、彼をカンデでラーオの殺傷とする場合もある。1797年以降、ヤシュワントラーオは、シンディア家のダウラトラーオと対立状態にあったが、1800年4月に、最小府の財務大臣、ラーナー・ファドナビースが死亡した後さらなる、対立状態となった。そして、1801年7月18日に、ウッチャインにおいて、ホールカル家の軍は、シンディア家の軍を破り、 大きな損害を与えた。その後、同年8月にカーシーラーオは和解のために、本国へ戻ったが、9月にシンディア家に加わったため、逮捕された後投獄された。ヤシュワントラーオ、シンディア家よりも怒らせていたのは、1801年4月16日、最小バージーラーオ2世は、領内で捕らえた微刀ジーラーオをお像に踏みつぶさせて、殺すという、極めて残虐な方法で処刑していた。 これにより、バージーラーオ二世は、ヤシュワントラーオの恨みを買うこととなった。1802年5月、ヤシュワントラーオは、プネイに向けて進撃した。彼は最小に対して、これらの合意に応じた場合、戦闘行為にやめるという旨を最小府に送った。だが、最小府と、シンディア家はこれに応じなかったため、ヤシュワントラーオは、進撃を続け、マーレーガオン、アフマドナガル、プランダル、 ナーシク、ナーラーヤンガーオン、ネイルなどを次々に落とし、プネイに迫った。そして、同年10月25日に、ヤシュワントラーオはバージーラーオニセイとシンディア家の軍を破り、最小布プネイを占領した。バージーラーオニセイは最小布を捨て、プネイから逃げざるを得なかった。ヤシュワントラーオは、プネイに留まり、その周辺地域を数ヶ月間にわたり略奪した。とはいえ、彼は、 バージーラーオ2世に投獄されてていいた人々らを解放している1803年3月13日、ヤシワントラーオは共同の党首であるカンデーラーオを連れて本国へと帰還した。一方、プネを追われたバージーラーオン2世は、ボンベイのイギリスを頼って逃げ、1802年12月31日に、イギリスと軍事保護条約、バセエン条約を結び、1803年5月3日に、 プネイに戻っていた。バージーラーを二世が結んだ馬戦条約にはマラーター王国の領土事動なども訳してあったため、マラーター諸公の反感を買うこととなった。そのため、ヤシワントラー王は団結して、イギリスと戦うため、クワーリアルのダウラトラー王やナーグプルのラグージーに手紙を書いた。その内容はこうだった。こうして、同年6月4日にインドール、クワーリアル、 ナーグプルの三国間に同盟が結成され、イギリスに対し共同で立ち向かうこととなった。同年8月8日、シンディア家とイギリスが交戦状態に入り、第二次マラーター戦争が勃発した。9月11日、シンディア家がムガル帝国の首都デリーを奪われた後、マラーター側の軍勢が劣勢に陥ったが、ヤシュワントラーオは、シンディア家とボーンスレー家が敗北するのを眺めていた。 無論、ヤシュワントラーオ・ホールカルは、シンディア家とボーンスレー家の連合軍が、アッサイへの戦いや、ラスワリーの戦いなどで大敗している間も手を、貸すことはなかった。12月17日、ラグージーは、イギリスと講和条約を結んで、ボーンスレー家は真っ先に戦線を離脱した。同月30日には、ダウラトラーオも、ヤシュワントラーオ・シンディア家とボーンスレー家が降伏した後、 ヤシュワントラーオがようやく動き出した。ヤシュワントラーオは、イギリスがシンディアやボーンスレー家との間で行った一連の戦いを、綿密に調べ上げて研究し、そこから何かを読み取った。彼がシンディア・ボーンスレー連合軍の戦闘を呆然と見ていたのも、下手に手を出して敗北するより、戦術を見極めて、勝利をつかむやり方の方が効率が良いと判断したからだった。 すべてはこのためだった。結局、ヤシュワントラーオが導き出した結論は、こうだった。シンディア家が取ったヨーロッパ方式を真似た、多数の不評及び砲兵による戦術は、それらで圧倒的に優勢なイギリスにとっては明らかに不利であった。そのため、ホールカルは、かつてシワージーが取った戦術、多数の騎兵を駆使して敵を翻弄する、マラータ本来の戦術を取ることにした。 1804年上旬には、ヤシュワントラーオは、イギリスに講和条約を結ぶよう説得されたが、両者の交渉は決立し、戦争の続行が決定された。ここから長期にわたる両者の戦いが続いた。7月8日から9日かけては、ヤシュワントラーオの軍は、ムクンドワラ峠の戦いで、ウィリアム・マンソンの軍を破っている。また、6月から9月にかけては、 別の幾度かの戦いで、英国の軍勢を破るなど、初戦での勝利を収めている。8月になると、ヤシュワントラーをはついには、アーグラを脅かした。同月22日に、アーサー・ウェルズリーが、バージーラーを二世の軍ともに、プネーから出陣し、ホールカルケの領土の一部を奪った。このことを知ると、彼は、マトラーに滞在し、イギリスから領土を取り戻す戦略を立てた。 10月8日、ヤシワントラオは、ムガル帝国の首都デリーを包囲、攻撃した。これは1803年9月以降イギリスの下で、年金生活者として生活していた皇帝シャー・アーラム2世を解放するためであった。だが、同月15日にジェラルドレイクの奇襲をよって、ホールカール軍は、壊滅的な打撃を受け、19日に撤退した。けれども、シャー・アーラム2世は、 ヤシュワントラーオの武勇を褒めたたえ、マハーラージャーディラージとラージ・ラージェシュワルの称号を与えた。その後、幾度かの戦いの後、ヤシュワントラーオは彼の同盟国、バラトプル王国へと逃げ、1805年1月にジェラルド・レイクはその首都、バラトプルを包囲した。イギリスはバラトプルに対して幾度かの攻撃を行ったが失敗したため、2月22日に、 撤退せざるを得なかった。ヤシュワントラー王の名はその武勇により、インド全土に名を馳せることとなった。ホールカルケの同盟者は多かったため、イギリスは戦後にホールカルケの領土を分割することで、その結束を砕こうとした。これにより、4月17日にバラトプル王、ランジート・シングはイギリスと講和条約を結び、戦線を離脱した。また、ピンダーリーのアミール・ハーンも裏切り、 トーンクに領土を与えられた。ランジートシングと面会するヤシュワントラーオとはいえ、ヤシュワントラーオホールの噴戦は多くの仲間を集めた。戦線を離脱していたダウラトラーオやラグージー、ボーンスレイニセイは再び戦争への参加を試みるようになっていた。また、ラージュプートのジャイプル王国やマールアール王国なども彼を支援したことで知られている。一方、ヤシュワントラオは、 バラトップルを追われた後、8000の騎兵と5000の不評、20から30門の大砲と共にチャンバール川を渡り、サトレジ川を越え、パンジャーブ地方の宿王国へと逃げていた。その君主、ランジートシングは、1804年8月1日付の手紙で彼との同盟と援助を約束しており、イギリスに彼との関係を断つように迫られていたが、それでも物資を援助していた。 パンジャーブ地方最大の勢力である、ク王国を味方につけていた。彼は、他のシク領主をも集合して、繁栄同盟の結成を試みた。だが、12月17日にランジートシングは、イギリスの側についてしまった。このことを知ったヤシュワントラーオホールカルは、ランジートシングを呪い、このことは、パンジャーブでことわざになったほどだった。しかし、追い詰められていたのはむしろイギリスの方だった。 当初、イギリス側は短期決戦を想定して戦闘を行っていたが、ヤシュワントラーオの奮戦により戦争は想定の範囲を超えて長期化していた。イギリス東インド会社の負債は長期にわたる戦争により増大し、1800年の段階では1400万ポンドだった。負債はすでに倍近くなっていた。イギリス側の財政逼迫は非常に深刻だった。 ヤシュワントラーをの必死の抵抗が逆にイギリスを追い詰めたのであった。彼は一時的ながらも事実上イギリスのインド植民地界の野望を打ち砕いた。とはいえ、これらの事情から両者とも戦闘の続行は不可能であり、イギリスは死者を送ってヤシュワントラーをホールカルに講和を要請した。こうして12月24日に彼はパンジャーブのラージガートで 講和条約ラージガート条約に調印し、長期にわたる第二次マラーター戦争は終結した。なお、1806年1月6日と2月2日に、ラージガート条約は改定され、ホールカルケに占領地の大半が返還されることとなり、戦争は引き分けという形に終わった。1805年のインドやシュワントラーオは戦争中の裏切り行為などにより、 戦後に狂気に陥ったと言われている。彼が、ボーンスレー家のビアイコージーボーンスレーに宛てた1806年の手紙にはこう綴られていた。だが、それでも正常な判断はできていたようである。戦後すぐ、シンディア家にマラーター同盟の再統一を促す手紙を送ったが、ダウラトラオはこれをイギリスに渡してしまった。結局、1807年12月14日に、 ホールカルケとシンディアケは11点における公主戦略に関して同意したが、イギリスの策略によりこの時点でホールカルケとシンディアケは分割されていた。また、ヤシワントラーはイギリスの打倒を再び考えるようになり、バーンプラに滞在し、軍の再編と大砲の駐造を行った。ヤシワントラーの母病1807年2月22日、追いのカンデーラーがこれらで死亡し、 ヤシュワントラオが、ホールカル家の単独の党首となった。また、ムガル帝国の皇帝アクバル2世より、アリージャー、ズブダトゥル・ウマラー、バハードゥルル・ムルク、ファルザンド・アルジュマンド、ヌスラト・ジャングの称号も賜った。1808年頃より、ヤシュワントラオは、精神的に不安定となったため、政治の実験は、火の一人、トゥルシー・バーイー、ホールカルに移り、 彼は軍事にひたすら専念した。同年には兄のカーシーラーオが乱闘で死亡しているが、これはヤシュワントラーオによって暗殺されたのだという。1811年になるとヤシュワントラーオはバーアンプラにおいて軍の再編を完了し、またこの年までに短距離砲や長距離砲の中造にも成功していた。それゆえ彼は現代インド軍の父とも呼ばれている。そして、 同年10月27日、ヤシュワントラーオは、イギリスとのすべての決着をつけるため、10万の兵を、持ってその拠点カルカッタに向けて出陣しようとした矢先、突然倒れて休止した。日頃の激務による過労と、ストレスが原因だったのだという。ありがとうございます。